さあ4月に入って AFLW ファイナルシリーズが始まりました。準々決勝が行われたんですけども、始まりの4月ということで、はい、よしや何か4月始めたことありますか？そうですね、まあ、新しい、うん、あの年度なので、うん、ちょっとあのジョギングとかしながら、うん、チェリーブロッサムを見れたらいいのかなっていうアイディアですけどね。やってない。特に実際は走ってない。やりたいっていうのは始まりました。まあね、練習は始まったりして体を動かしてたら体を動かしてなかったんだなっていうのも分かる。そうですね、はい、分かりましたんで、体を動かしてなかったっていうのがね、はい。でファイナルシリーズウィーク1、早速2試合行われたので見ていきますか、はい、まず3位と6位のコリウンドが戦った試合が、はい、こちらですね、こっちの方、はい、これもすごいいい試合、1ゴール差、1ゴール差で、うん、まあ、最後の最後までノースブルーム勝ってたんですけど、うんうん、コリウンドを上げてきました ね、うん、力技というか、はい、ガンガン攻めて勝ったと、はい、そして、4位と5位のメルボルンデーモンズとフリマントル、うん、はい、これちょっと差があったような。そうですね、まあ、結構ワンサイドでしたね、ワンサイド、まあ、ハーフタイム多分ワンゴールぐらいしか決めてなかったので、うん、サードクォーターね、ちょっとドッカーズまた追い上げたんだけど、まあそれ足らずね、はい、勢いなかなか乗れずにデーモンズが勝った結果、まあ順位通り、はい、上の順位のチームが勝ってとウィーク2に進む。そうですね、でコリンウッドは次がブリスベンと当たります、はい、デーモンズが次がクローズと当たると、はい、うん、そういう風になってますが、ピックアップ動画もあったね、見ていきますか、はい、ピックアップ動画はこちらモニターの方で映したいと思います。まずはビューティーなんですけれども、うん、モニターでコリンウッド戦、はい、アレキサンダー選手なんですけども、うん、アレキサンダー選手、マグパイズのアレキサンダーのプレーをちょっと見ていきます。この4対4のパックの中からボールを蹴り込む。これもう相手ディフェンスも多かったんだけども、うん、味方も多い。この密集の中ですごく速いスキル、ボールスキル、最初にタップしたのがノーダー選手という選手なんですけど、ここちょっと見づらいかな、細かいかもしれないんですけども、4対4のエリアからスナップを打つんですけども、うん、このスナップショット正確性、うん、これはかなり FAW でキーになってるかなと。そうですね、うん、こうワンプレーで見ると、うん、まあ、ただのまぐれゴールとか、うん、そういう風に見れちゃうんですけど、うん、こういう風にフレームずつ見ていくと、うん、ちゃんとこう見てますね、見てる、はい、1回右側にちょっとかわしてるので、うん、バスケットボールのこの経験があるアレクサンダー選手なので、こういうまあ狭いシーンは得意だったのかなと。ちょっとした判断でスナップショットを打てたと、はい、まあ、コメンテーターが言ってるようにね、うん、コリウッドはここから盛り上げという、これが必要だったゴールだったということなので、うんうん、よかったですというのを紹介しました、はい、そして続いてがアグリーですね。アグリーなんですよね、アグリー、はい、よいしょ、これですね。そうですね、これですね、これ2秒ぐらいで止めてもらいたいんですけど、この辺止めてもらうとこの辺ですよね、これですね、見てもらうと、これ5対1、はい、1、2、3、4、5ですね、5対1のコリウッド、うんうん、でこれ進めていくとコリウッドのボールになるんですけど、これ相手がカンガルーズ、はい、白いところ、はい、ディフェンスがもういっぱいいるといる、うん、そしてもう後ろ向いてるので1回スナップしてここでいく、うん、でもここに1回入らないですね、で曲がってから入るのでバランスして入った、うん、まあ多分どっちみちこれ高かったのでボールが、うんうんうん、多分ゴールになると思うんですけど、このエフォートのなし、ああ低さ、はい、カンガルーズのディフェンスにってことかな、これ、ね、アグリっていうのはこれアグリはもうカンガルーズのオールディフェンスで、まあ、8分しかなくて、うん、しかもカンガルーズも勝ってるんでね、うん、もうちょっとこう触るぐらいとかもうちょっとエフォート入れてもよかったのかなと思うんで、ここですね、ここも、うん、行くんだったら行く、まあ、そうだね、うん、ナンバーズっていう意味では勝ってるね、はい、この確率は高いはずなんだけど、これだよね、はい、でまだでこのここだよね、うん、はいはい、まだゴール入ってないというか、後ろ向いて、そうそうそう、はい、全然ボール見てないの、これどうしちゃったの、この集中力、最後4クォーターなんだけど、ファイナルどうなんだろう、もうちょっとシーズン終わりたかったか考えるとで、ね、スコア見ると ね、これ5ゴール対7ゴール、うん、でもこれ6ゴールになるので、うん、まだまだだったんですけど、ここからコリンウッドが折り上げて勝っちゃったので、うん、もしかしてこれがシーズンオーバーのゴールミスだったのかなと。そうかもしれないね、うん、もうこれではもしかしたら勝てなかったかもね、はい、このカンガルーズね、気合が足らなかっただと思いました、はい、そして続いてもう一つ、はい、メルボルンデーモンズとフリマントルから、そうですね、ヨシがちょっとピックアップしてくれた動画があります、はい、これもアグリーなのかな、これもアグリーですね、うん、すごいケイシーフィールド、ディーモンズのホームグラウンドですけど、すごい風が強くて、うんうん、
こういう風にね、こう1回ボールをキックすると、うん、あの進む、まあ、風があるのでね、うん、進んじゃうんですけど、ここでのフリーマントル、もしかしてディフェンドを、まあ、そこをちょっと計算してたり、うん、ナンバーズ入れとけばストップできたのかなと思うので。なるほど。このなんかスナップ打たれて後ろが空いてしまったってことだね、はい、ディフェンスエリアが。で、一回ここにポーズしてもらうと、アグリだったか、はい、うん、ここのちょっと見えづらいですが、このプレイヤーですよね、うん、こいつですね、うん、こいつですねいや、それこのね、プレイヤーね23番ねちゃんとクラブに行ってるよね。行ってるんですけど、まずはね、はい、うん、もうちょっとだけ進めると、もうちょっと進める、あ、一回無視しちゃうんですね。どっか行っちゃったっていうことだね、はい、あのやっぱこう自分のポジションに戻りたいっていう気持ちがあったので、ポジショニング先でボール行かずに、うん、そうですね。だからこのプレイヤーはどこが危ないエリアかがまだあんまり分かってなかったかもしれないよね、もしかして、はい、で結局はこのスナップで自分たちの戻ってたエリアはこの辺は追い越されてしまう、はい、でその裏の空いたところ、そうですね、うん、まあ、こっち見てたので、うん、あのもしかしてここにプレイヤーにつくとか、うん、もしスプリント入れるか、もしエフォートがどっちかに行ってほしかったですね。両方ともアグリーもちゃんとしたのエフォート、うん、スプリントするところはスプリントを入れてほしかったなと思って、うん、でこれ私同じ動画をあのホットで取り上げたんですけども、今度はそのスナップを打ったスコット選手、はい、うん、デーモンズに注目してもらって、コーキャプテン、はい、19年から共同キャプテンを行っているんですけども、まあ、チームプレーを大切にするということで、この選手ですね、うん、33歳、はい、12番、これ何がホットかって言ったら、ここの4番の選手がこの4番の選手に当てるつもりでもあると思うんですね、保険をかけてると、うん、で、まあ、あわよくばゴール、はい、でスナップの回転うまく活かせてるので、はい、この楕円球のスナップは、ちょっと難しいかもしれないですけど、うん、傾けてる方と逆にバウンドをする性質があるので、このフォワードの選手に当たるか、もしくは、まあ、今みたいにバウンドしても、うん、右側にバウンドをしてゴールの方に入る、スペースを狙うキックプラスあわよくばゴールと、うん、いうこのなんか保険をかけてキック、もしかしたらここの選手に当ててもよかったかもしれないんですけど、はい、当たらなくても、うん、まあ、このようにあのヨシが言ってたみたいに風があるので、そうですね、ゴールが入る。このプレーは、うん、あの普通の試合だとね、うん、マーブルスタジアムだったらこうルーフがクローズしてて、うん、多分横にハンドでそのままインサイド50で、うん、あの4番の選手が走るリードを取るはずなんですけども、うん、風がついて早いので、うん、後ろを狙ったプレーもあるのかなと思って、そうだね、ちゃんとグラウンドを見た、うん、あのディシジョンだったので、スコット選手素晴らしい、素晴らしかったです、はいはい、でパックスマン選手か、この4番の選手、パックスマン選手、はい、はオールオーストラリア4年連続選ばれて、すごいですね、去年はオールオーストラリアのキャプテンも務めている人なので、キャプテンだったですね、うん、多分スコットもちょっと気を使ってね、まあ保険を かけてと、はい、のホットで選びました。ということでピックアップ動画ご紹介しましたが、はい、いよいよ次が準々決勝ですね。そうですね、準々決勝、はい、対戦がこれ下で出てます、アデルド・クローズとメルボルン・デーモンズ、そしてライオンズとコニュート、はい、これズバリ優勝はもう予想しとくか、よし、もう4チームの中でですね、うん、いや、 やっぱアデレードが勝つんじゃないかなと。アデレード、はい、おー、うん、アデレードは順位が1位だったのかな。1位で経験もあるし、やっぱ、うん、やっぱね、経験があるのここでね、うん、去年ファイナルがなかったので、そっかそっか、はい、そっか、あれやっぱその経験をしてない未知の世界に行くんだったら、まあ、アデレードがトップかなと。なるほど、はい、FAW2 年ぶりのグランドファイナルに向けて、うん、はい、着々と駒を進めるクラブ4クラブ揃いました。また来週準決勝ですね、はい、来週になればグランドファイナル進出のクラブ2クラブ決まります。それではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。